ねえ、結構頑張ったよね、今。さあ。ボス。わ。カルシファーみたいな。カルシファーじゃん。縦で弾くと別のプレイヤーにパスだ。あ、縦確定か。はーい。縦でやらなきゃいけないの。色のついた球を剣で弾き返せ。あ、そういう感じ？ううあそれを俺が、あなるほどね、要はそれまで以外は無敵なのかこいつ。だから青の盾を誰かが弾き返して、あー誰当たった、弾いたらあいつに、うん、でこれ火を消す。あーちゃ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 、やばい、死ぬ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 、当たりがいる、当たりが、あなるほどね、本体がいるんだ。間違えた。あーまだ赤だ。あれは諦めよう。おっと、じゃあ青。あー、全部出てきた。このショットは当たらないんだよね。で、青。あー青、赤で、あいつに向かった。当たんないんですけど。そんなバカな。赤だよいしょ。あいつにばっかり当たり、当たらない。はい、もう一回打ち返した。あ、避けられた。あの虹色は、あ、誰でもいいのか。誰でもいいのと思う。終わったわ、なんか。おー、ナイスー。なんかわからないうちに、あ、当たった。あ、かわいそうに、ね、残り火が、あ、来た来た来た、うちつだ、うちつだ。ねえ、いつまでも終わんないから。楽しいのはわかるけどね。30秒ぐらい無駄にしたぞ今。わ、450ルピーだ。というわけで疲れちゃった。赤真ん中じゃないんだけどな。で、なんだ、なんだ。で、どうせあれでしょ、金の猛者が出てくるんでしょ、主戦のは。そうだよ。お金ちょうだいな。小敷じゃん。私は炎の小敷、このデスマウンテを見守る者。集めたルピーは3952ルピーです。これはもう多いよ、ね、認められるでしょう。もう褒めろよ、早く、ね、よくこれだけのルピーを集めました。ありがとうございます。それでお前3952ルピーさ、こちらからせしめといてさ、卵と認めて銀の鍵ってお前ら舐めとんのか、冒険って話だよね。ねね、うーん、ちょっと俺たちの世界とはわけが違うからわかんないですね。え、これで勇者と認められるのか。風の宮殿に迎えると、その姿は鍵が集まった今。あ、なに、次最終回どうなんでしょうかね。次回ゼルダ姫救う。おお。カンゼルダ姫シスとかね。あ、あったー、ジタバタの神が決まったぞ。やだ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 、頑張ったのに。次は俺かもしれない。やだ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 。虚無の赤。さーて、でこうなったことで宮殿、浮いとる、浮いてる、すごーい、風の宮殿、え、離れ離れだ、本当だ、みんな寂しいね、寂しいね、落ちる落ちる、これやばい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 、落ちる、怖い怖い怖い、落ちまって、でも合流したな。あ、ちょっと離れてんのやだな。え、ってことはトモさんは、え、どこ行く、あ、トモさんめっちゃ遠いわ。あ、マジで分かるの？あの L ボタンで地図見る。L ボタン、あ、ほんとだ。タロちゃん、一回これ渡るよ。真面目に。ボタンあるから多分橋が。そうだね。で、それ一緒に押そう。あー、3人今だ。共に出会わなければ。で、それ押して。で、多分、ワンワン、いろいろ食べちゃう。ワンワンいる。お待たせしました。おー、ワンワンこれ。あ、これ来た。みんな。あ、ワンワン。これワンワン。怖い怖い怖い、なんか。怖いね。いてて。暴れ暴れかけないで、とったまちゃんと手なずけといて、危ないって危ないって、お金ないって。これがね、緑のやり方なんですよ。お金、お金が命なんだから。敵、あー、ちょ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 、まあまあ両方の端から、あ、ちょっと、タロ、タロ持たれちゃった。で、あ、な、どうしてどうして邪魔。邪魔なのかな。いや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 、みんなでやってんのに。あ、もうやめて、ワン
つながって、さて、ミトタロさん HP 大丈夫？大丈夫。あ、なんか床が色指定されてるところあるな。オッケーです。あー、なるほど。俺のところに来れる人、はい、どっちでもいいんだけど、はい、こうしてこうだ。あ、なるほどね。あ、青もいるわ。あっとっとっと、あのバカちょっと拾ってくるわ。ミトタロバカ、はい、バッバッ現れた音バッ。やっとごめん、バカ回収した。ちょっと待って、離せ離せ離せ。今バカ運んでる。自分で歩ける。何が起こってるのか分かるな。歩ける、歩ける。うわ、分かった。バカバカ、ほらバカバカ。どの道、お前は俺がいないと何もできないことを知るんだよ、この後バカ。どこ行くの？ママ出すぞお前。やめて、ママだけはやめて。ママンが脅しの材料に。こっち？で、こっち行くの？こうして一緒に押してもらう。はい。はい。で、これポスター。なるほどね。道できた。なるほどね。で、それぞれ宝箱取れて、で次は赤が。あ、やりますね。初めて鍵取った。ね。よいしょ、こうして、こう、よいしょ、こうして、 ありがとうございます。いやー、ママちょっと、もう何してんのバカ。バカじゃん。え、タロちゃん押してる？おれ、よしよしよし、おいしょ。あー、ありがとうございます。お金落とし、あー、ちょっと何か、かちょっともっと、こうやって持ってって、こうすればいいんだ。なるほど。で、こうで、宝箱出て、で、帰り帰れないから回収して、ありがとうございます。で、あのバカが、バカがトモさんを回収して、お願いします。おい。で、そうそう、あ、マクミッチ、それを持って、俺を持って、で、下のところに入って、違う違う違う、下のところに入って、下ので、そこから右に向かってトモさん投げて、トモ投げて、で、その上から押せば、なるほどね。で、俺がワンワン出す。これで完璧。やだ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 。来ないで来ないで。もう怖いな。ね、あのメタルギアソリッドの世界と一緒だね。ワンワンが抑止力になるんで。ドゥルリリドゥルリリ。どうしてみんな。あー、あー、あー、あいつ嫌い。ろくなことしねえな。嫌いもん。ろくなことしないって言われちゃったな。負けないもん。置いてワンワン捨てて。ミトタロさん、ヤガミさんの前を走ればワンワンは大丈夫だよ。で、鍵上じゃない？あれ、一周してきた？もう鍵上だよ、ほら、後ろから来るんだよ。わかったわかったわかった、早く行けよ。早く行けってんだよ。分かってんだよ、その前だよ。あ、ハートルズ取られた。何を取った？ハートルズ取られた。ハートルズ、おめでとう。取りました。あ、今ハートみんないくつ？え、あれ、毎回リセットだから6。あ、そうなの。勝った人だけ7。あ、そういうことなんですね。そう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 。あ、ね、ワンワンで取れ高ができた代わりにハートの器がなくなる。あ、配信者として悩ましいところね、これ。黙れ。すっごい低い声だったもんな。2個しかなかったか、しょうがないか。俺は諦めるよ。あ、行きましょうかね。あ、ここにある。よいしょ、オッケー。うわ、うわ、上いけない。なんだあいつら。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。えぇ、ー、もうやだ、やだ、やだ。泣いちゃうよ。捨てなさい、そのまま。違う、捨てたかったんだけど、俺の分なかったね。ここにボタン3つあります。あ、はい、あ、じゃあそっち先行きますね。出さないで、出さないで。え、3人になれるかなと思って。ならない、ならない。あ、やべ。行くのやめ、ピってなっちゃった。で、レバーが3人分。やばい、飛んでたな、あいつ。さあ、お願いします。よし、満を持して。よし、で、宝箱。あ、取れない。うまく取れないな。助けて。なんで1個ぐらい取りたいんです。どうぞどうぞどうぞ。ちょっと。私、三宝さんのために開けといたのに。やっぱ緑ダメだわ。しょうがなかったと思います、今のは。ダメだ。あの、万が一敵が来たらっていうこともあったんで、なんだ、今ここで一人に分け合って取れればいいわけなので。一人2個ずつでしょ。4回5話でしょ。あ、
しましょう、みんなで協力して協力しましょう、みんなで一人で頑張っても。え、こいつ何、なんだこれ、え、怖い。あ、タックルなのか、やばいやばい、タックルできますね。ワン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 、ちょっともうやだ本当に待って、あの、俺気づいたことがあるんですけど、いいですか。はい、本当にワンワン、味方妨害アイテムですね。そうっすね、ちなみにタックルでもダメっすね。何のメリットもないですね。びっくりするぐらい何のメリットもないですね、ワンワン。そうっすね、あれ何の役に立つんだろうね。かわいいだけかも。ただただ1位をダッシュしたいだけの人間。そうか、ランキングがあるから。そう、絶対持っちゃいけないやつが持ってる。そうなんですよ、気づいた、気づいた、気づいた、絶対にダメ。ああ、鍵がどっかにあるんでしょ。動く床あるし。みんなどこ行ったの。左側に動く床あるよ。左ですね、左側に動く床があるよ、うん。あ、本当だ、カネルしかなかった。落ちたんごね。あー、なんか捕まった、助けて。助からないよ、落ちたんご。仲間、あらら、仲間って大事。あ、これ、でもこれ捕まってないとダメージ当てられない。どうなんだろうね。あ、で、あ、いや、これで終わりなんかなと思って、もう一瞬才能だよな左か、どうして左。うん、 OK です、この先がゴールでした。あ、あー、ハートの、うわー、もうワンワン出すだってもう無意味なの分かったじゃん。そう、あいつにとっては無意味じゃねえんだよな結構役に立つよ、うるせえ。あのね、主にこいつの、こいつの効果説明しとくんだけど、はい、取る中ができるうるせえまともに聞こうと思ったブフォ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 、ようこそ我が宮殿へ。もう今終わったんだよね、あの一番最初にいたさ、メンタマザー、あのゼンダとかいう娘を追ってこのブフの元までたどり着くとは。ん、ほほ、お前が手にしてるその剣、それはあの忌々しい放送度ではないか。なるほど、その剣の力を借りてここまでたどり着いたというわけか。ブフォ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 、すげーだな。しかしそのような古ぼけた剣でわしを封印できるのでも思ったか。身のこと知らねえ奴らめ、返り討ちにしてくれるわ。返り討ちを返り討ちにしてやるわ。その返り討ちを返り討ちを返り討ちにしてやるわ。なになに、返り討ちの返り討ちにしてやるわ。今どっち怒るな。で、爆弾を使うんですよね。まあ爆弾、ワンワンとお別れか。そうだ、ブフォ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 、風の魔人グフーの恐ろしさ解くと知るがよい。風の魔人、恐ろしいよ。ほう、爆弾吸い込ませんだろ、どうせ。爆弾を、あの竜巻の中に爆弾吸い込ませたら中に入ってくるんだろ、どうせ。助けて、うん、ワンワンが爆弾、ワンワンが爆弾みたいで座ってる本当だすげえ、死してなおワンワン仕事してんじゃん。え、上手民ので、イエーなんかパチンコ台みたいだな。あいつ自ら爆弾吸い込みよるわ。今なら、うん、当たるか、今なら当たるか。あ、待って、これ両端持つんじゃない。あ、本当、そうだ、そういうやつみたいな形してる。やべ、あ、え、外壁壊してる、あいつやば。あー、落ちやすくなるってこと。落ちやすくなるのか、落とせるのか、どっちかだな、うん、そうか。うわ、めちゃくちゃ追われている、危ない。まあ、とりあえずどんどんこれ爆発させられると、うん、ちょうどよく当たると、真ん中に帰るんだ。そうだね、ちょうどよく当たれば、あの竜巻のレイヤーが一個ずつ消えていく、うんうんうん、消していく。だからあれやね、ちょっと持っといて、あの爆発間際に調整してから入れるみたいなことはしないと、むず、最後までいかないね。めんどくさ、こいつんで、よいしょ。あ、待って、その前の人うまいね。だからちょっと引っ張って、特にこの最後の段が、あ、ナイス、よいしょ。あ、え、持てない。あ、終わった、持てないんだ、終わった、なんやねん
関西人のツッコミ出たわ力強かったね。バロを持ったのにハーマン大丈夫ですか。あ、じゃあ置いてこいね。こらこら置いてきなさい。最後まで一緒にハーマンといるのなんか仲間っていうかねこれで4つの剣の完成だ。はい、ということでね。あ、第二形態、ワンワン返さないとこの若いレンタで思ったか若者め、いまいましい小僧ども、フォースをもともどもこの空の塵にしてくれるわ。やだ、なんだって。あ、こっから落ちるフェーズ。わっ、ドーン。やっぱ痛いわ、痛い。で、ワンワン出せばいいのこれ。いやー、ワンワンじゃないかもな。とりあえず周りにいる結界、うん、周りは大丈夫そう。あ、待って、あいつらボールになるな。よし、だから多分だけどこの弾を撃って跳ね返してみたいな。これを、あ、やべ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 、あいつら あの本体にぶつけなきゃいけないんだと思うんだけど、どうやって痛かった。だから外側から内側に、そう、あいつのところに当たるように。難しい、なんだ、どうしたらいいの。よいしょ。どうした、何これ、携帯が違う。あああれだ、色の変わるやつ、色の変わるやつだ。おお、第二形態の第二形態だ。第二形態事情、事情、ああ、怖い、これ止まらないでほしいよ。多分だけど、はい、青どこだ、赤と緑だ、はい、で、ああ、終わりか。すげえな。本当に死んじゃうって。やばいって。これ真面目な話、ペガサスの靴の方がいいな。あ、かもね。ワンワン見てて。めっちゃ見てくれてるよ。で、また緑赤か？赤緑になってる。なんだ、ごめんなさい。青は？あ、痛い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 。で、青は？あ、緑、次緑青。緑青だね。うん。あれ、予告ってこと？シャオみたいだね。で次はこれ出すかねって言ってくれてるってこと、じゃんけんみたいなこと、これだかね、左側は、左だよね、でしょ。ナイスです、やったったでこら。でもまだまだやるでしょ。第二形態の第三形態ってこと。いや、お、フォーソード、スリーソード、俺たちの知らない技、知らない技使ってる。うおー、この足が、あ、終わりそう。まさかお前たちのような小僧に、勇者の卵です、体が、魂がフォーソードに吸い寄せられる。なるほど、吸い寄せられているんですね。あら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 、まあまあまあ、まあ、あ、吸い込まれる。あ、うわー、口出しになるとかじゃないですね。封印したってこと。ザク、おお。ワンワンいたわワンワンずっと見てるよ。ようやったわん。あ、もう多分ワンワンいない、あのアイテムの、あ、ほんとだ、土台に何もない。あ、ゼルダ姫、誰、あ、ゼル、誰じゃないで誰じゃないで、ちょっとやば、お初にお目にかかります。うん、リンクです。初めてじゃないよ。で、あ、あ、助けに来てくれたのですね、ありがとう、はい、でも何かがいつもと違うような。そうですよね、3人になっちゃってますもんね。え、世界の方じゃなくて。まあ、どうして3人に。フォーソードの一切は本当だったのですね。しかし、どうすれば元に戻れるのでしょう。本当は4人になるはずだったんですけど。そうなんですけどね、ちょっと手違いが足りなくてあれ、もしかしていなくなっちまうんじゃねえの。俺たち、え、一つに、あー、統合された、緑になっちゃった混ぜたらそんな色にならないやろ。一番性格の悪いそうか、自我が強いからみんな吸い込まれちゃった。もうさ緑になっちゃったって言い方が一番残っちゃいけないよ。いワンワンであれだけやられたからさ、この世に一番残っちゃいけない色みたいな扱い動けるんじゃない今。え、やばいやばいやばい、自分の色だけ、自分の色だけ何かできる。あれボーナスっぽいな
色関係ないか。ほら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 。ただあの黄色が一番でかいやつ落としがちだね。そうだね、そうだね。服がありそうな丸っこかったね。ほらほらほら。スタッフロール見ねね。ほら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 。うわ押された。ほら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 。誰か落ちた。落ちると落ちた。ルピー落とすとかなんかね。ねえ、ほらだろうね。ほらほらほら、誰も来ない。緑怖怖すぎる。あいつの近くにいると落とせる。ごめんごめん、私ハッカ、ハッカも危ない。ごめん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 、今のは、今のはミス。ああ、任天堂すんじゃない。もう争いなんかなかったの。なかった。あ、任天堂さんが見てる。静かにしなきゃ。あ、戻りましたね。ね、リンクです。穏やかだったな。帰ります。あ、フィンなんだ。終わった。思ったより早かったです ね。ステージ4面構成、なんかあのチュートリアルのステージすげえ丁寧にやってくれた割にはね。あ、そうだキョム。最後の最後にダダコネ担当が入れ替わるという。これが2位の気持ち。キョム。感慨深いね。感慨深い。ちなみに念のためではありますが、はい、これが出てきて始まりの祠、帰らずの森、おしまいだ。終わりっぽいですね。終わり。念のためちょっと調べますね。はい。ゼルダ助けたもんな、だもんな。つないでください。繋いどくみたいな。あ、はい。どうやって？あれ何回もやってきてるよね、この流れね。どうやって？どうやって？あ、そうっすね。あの緑の人をどうやって痛めつけようか。俺たちこれから。何やっても答えなさそうなんてダメかもしれません。確かにな。あの人がジタバタするところは見たいですよね。見たい。けど俺たちがちょっと本当にすねた時しかジタバタしないから。違う本当にすねさせるとしかなくて。違う3位にするって意味で。いや多分だけど無理だと思いますね。ですよね、僕たち無理っすね。2人かかっていっても多分ちょっとあしらわれそう。ちなみにあの実は、はい、あの今回のこのクリア、はい、はい、ちょっとまだ調べ終わってないんですけど、はい、一個言えるのが、はい、今ゼルダの伝説神々のトライフォースの隠しダンジョンが出現しました。あ、あちらの方で。そう、この4つの剣をクリアしていると最後にエキストラ、はい、エクストラ4つの剣の神殿っていうダンジョンが出てきて、これ分かる人分かるかなと思うんだけど、はい、最後戦うところピラミッドってところでね、最後あのラスザン行くんですけど、神々のトライフォースって、うんうん、その途中にあるピラミッドの穴から4つの剣のダンジョンに入れるようになってるっていうのがあるので、実際問題このフォーソードっていうのを獲得していきながら進んでいく、ダンジョンになってるらしくて、まあまあまあ本当になんて言うでしょう、あの追加要素としては結構どでかい追加要素になって、なおかつ最後シャドウリンクが、ボスになってるということらしくて、まあこれ自体はね、なんか普通に嬉しいっちゃ嬉しい話、うんうん、なんじゃねえかなと個人的には思いますが、調べてる感じ終わりっぽいですね。なるほどね、このゲームはじゃあおしまいって感じ。終わりということで、ちょっとお待ちくださいね。あら、またそういう、25周年、あー、ですね、うわ、やりてー、これあの、4つの剣25周年記念エディシ記念エディションっていうのがあるらしくて、別のゲームソフトってこと？そう、あー、それだと、追加要素があ、マジあるらしいんですね。思い出の大地っていう神々のトライフォース夢を見る島初代ゼルダを題材にしたリメイクステージで、やりてえ、遊べるようになる。マジで、それらを全部クリアするとマスターソードが使えるようになる。へえ。で、銀の鍵を持ってる状態で3000ルピー以上でクリアできるようになる、クリアするようになると金の鍵っていうのが
手に入って、うん、全部のダンジョンで金の鍵を取っていると、風の宮殿の2つ目の扉が開く、はい、であとは、勇者の鍵、金の鍵を持った状態で5000ルピー以上でクリアしてももらえるらしいんですが、これに関しては大半が、さっき言った25周年エディションの方のおまけらしいです、うんうんうん、なるほどね。終わり終わりピッピッということで、ね、結構早かったね、ね、サクッと終わった、ね、一回タイトル選択戻ろうか。はい、メニュー画面を見ときてえな、せっかくだから。あ、なんか一人だけはい選ぶのそうやっていたな。で、よいしょ、これで4つの剣開くと、あーでもいいね、この鍵を全部揃えたセーブデータの画面になってるのは嬉しいっすね、普通にね。はい、俺間違えてメニュー進んじゃったんでもう何もできないんですけど。あ、はーい、はーい、というわけでございまして、久々に4つの剣を遊びましたけどね、まあ最終的には俺、タロちゃん、トモさん、ワンワンっていうね、結束された4人の仲間たちで頑張れたかなと、はい、最後に電撃加入しましたからねすごい取れ高だったな急に現れてさ、うん、さっそうと現れてさっそうと去っていくっていう、そう、さっそうといじめてから去っていきましたからね強かった というわけでございまして、次週からまだもうちょっと何か違うタイトル遊びましょうか。はい、ね、はい、ドラケー戻る前に、なのでまた違うタイトルで遊んでいきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。おつぴよです。おつぴよー。